どうもメリッサです。今回はスピ解放福留孝介選手をランク戦の方で使っていきたいと思います。グランドオープンから約2ヶ月が経過し、5月も終わろうとしてるとこなんですけど、タイムスリップ第2弾が先日登場となりました。様々なねタイムスリップ選手が登場してる中なんですけど、タイムスリップといえばですよ、タイムスリップといえば外せないのがこの福留孝介選手でございます。タイムスリップ福留選手といえば1弾で登場してるイメージが結構強いと思うんですけど、今年のね中日バージョンの登場はもしかしたらないのではないかなと踏んでですね、この福留選手をスピ解放してまいりました。とある黄色の球団での登場が今年は期待されてるんで、その辺も話しながらリアタイやっていきたいんですけど、改めてこの福留選手の能力確認しながらリアタイやっていきたいと思います。この福留選手メインポジションライトとなってるんですけど、まあライトでね使うのも十分強いんですけど、個人的にはレフトで使うのをかなりおすすめしております。僕もねレフトで使うことを想定してスピ解放しております。元の能力はミート84、パワー80、走力73ということで、いやもうめちゃくちゃ高いですよね。特にこのミート力、パワー A もねめちゃくちゃ高いんですけど、ミート力が素晴らしいと。で高弾道でこのミートパワーの高さっていうのもかなり珍しいですよね。高弾道の中なら一番打ちやすいと言っても過言ではありません。でさらにこの守備力、圧倒的すぎますね。この守備力はライトで使うのもよし、センターで使うのもよし、レフトでこんな守備力の高い選手は珍しいと思ってますので、数少ないね守備とバッティング両立できる左翼手なんじゃないかなと思ってます。裏捨てもね文句ないですしね、いやこの安定感は抜群だと思います。足も速いですしね。特殊能力は超広角打法固め打ち逆境ということで、固め打ちと逆境はそれほど強くないんですけど、やっぱこの超広角ですよ、これがたまんないっすね。高弾道でこんなに高ステータスで超高を持ってるということで、シンプルに打ちやすいんですよ。アーティストにはかなわないにしても、それに匹敵するぐらい強い、打ちやすい選手となってますので、しかも守備でもねプラスを想定できますので安定感抜群。僕は今回はレフトで使っていきます。ってことでスピ解放福留選手使ってランク戦をやっていきたいと思いますので、ぜひとも動画を最後までよろしくお願いします。それでは試合目のやっていきたいと思います。どうぞ。さあ1試合目のやっていきたいと思います。 OK、 広角打法発動を、広角発動したらミート90、パワー85、素晴らしい能力になっております。さあ打っていこう。いやーもうガンガンいくよ、初球からガンガンいく。うん、もう初球見逃したけど、いやこれホームラン性能めちゃくちゃ高いんで、1打席目からホームラン打っていきたいとこである。ホームラン打てばね、まあ、ヒット打てば固め打ち発動する可能性もあるんで、オッケーいった、完璧すぎる、これが見たかった、このホームランマジでかっこいい。この左バッターのホームランめちゃくちゃかっこよくないですか。オッケー、ナイスバッティング、はい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 、素晴らしいね。広角打法発動したらめちゃくちゃ打ちやすいですからね。いやいいもん見れたわ、すくい上げて、これぞ福留孝介、生き返れ福留、ありがとうございます。はい、超える、よしよしよし。ってことで頑張って2打席目回していきたいと思うんですけど、まあ、なぜね、タイムスリップ登場を待たずして中日福留選手をスピ解放したのかと言いますと、まあ、今年ねタイムスリップ福留選手中日ではね登場しないんじゃないかなと予想してるんですよね。結構あれなんですよね、登場がタイムスリップ第1弾の方が多いんですよ。3年連続去年まで登場してるんですけど、大体第1弾なんですよね。多分全部第1弾だったと思う、福留選手。スピリッツ3100、3400、3700の福留選手って全部タイムスリップ第1弾で登場となってると思うんですけど、今年登場しなかったじゃないですか、福留選手。なので、僕はもう、今年はもう、福留選手出ないんじゃないかなと、中日版はね、思ってるんですよ。となると、残されてる可能性は、本当に登場しない可能性か、阪神タイガースが。で登場するかと、まあいう二択かなと思うんですけど、まあ阪神で登場するのもね、まあ、全然いいと思うんですけど、だから楽しみなんではあるんですけど、どんな能力になるか楽しみではあるんですけど、まあそれよりもねやっぱ中日の福留選手の方が強いかなっていうのと、あと阪神版の A ランクを集めることができれば、まあ、中日版の限界突破にも使えますので、まあ、スピ解放には持ってこいだなと、ちょうどいいなと思ってるんで、いいよし村上さんナイスバッティング、まあ、スピ解放で全然いいかなと、思ったところでございます。今年中日版の福留選手登場したら土下座するわ、土下座します。多分登場しないんで、てか絶対登場しないんで、とか言って次の第3弾とかで登場したらマジ笑けるけどね。バース、スリーベース、スリーベース、スリーベース、いや行かないか、
さすがにね、うん、ってことで9番坂本選手で次は福留選手だからここはホームラン以外でつないでいきたい。これ超えるし、オッケー、素晴らしい。さあ2打席目チャンスで全発動はしないか、片目打ち広角、オッケー、まあ広角なら全然オッケー。広角発動したら最新宮西さんにもねそれほど削られず、打席迎えることができるんで、あ待ってボール、危ねえ、生き返れ福留、生き返れ福留、いたー、大きい、強制ホールドすることができました。対戦ありがとうございました。さあ2試合目の方やっていきたいと思います。いやあの1打席目のあのフォロースルーめちゃくちゃ気持ちいいんですよ。これね福留選手とか高橋由伸選手使ったことある人にしか分かんないと思うんですけど、あのね素晴らしい、うん、あのフォロースルーめちゃくちゃ気持ちいい、うん、パキーンっつってね、音がいいで、ね、パキーンっつってね、うん、ってことで、こっちの守備なんですけども、まあ、福留選手ってレフトの守備がめちゃくちゃいいんで、まあ、ライトの守備もセンターの守備もめちゃくちゃいいんですけど、まあ、ライトとセンターってね、まあ、守備がいい選手激戦区なんで、まあ、レフトの守備って個人的に重宝するんですよね。レフトってねバッティングと守備を両立できる選手が、まあ、なかなか少ないんで、まあ、筒香選手とか吉田正尚選手も、まあ、バッティングはいいんですけど、まあ、守備適正になると C とかになってしまうんで、取れる、ドメさん、ドメさん素晴らしい、素晴らしい安定感でしょう。はいはい、おいでおいで、はい、オーライオーライみたいな感じでしょうね、うん、1試合丸々使える外野手として、まあ、評価ポイントは高いんじゃないかなと思います。よし、ナイスピッチング。さあ OK、 広角 OK、 いいね、発動率素晴らしい。さあ2試合連発なるか、ええいや真ん中かい、ちょ反応してしまったわ、諦め、もう相手諦めてる系男子かな、これならもう諦めてないんかい。あーもう振った、あーもう逆に嫌だわ、真ん中ストレート、逆に惑わすのやめて、こっちのこと普通に来て、普通に、はい、1、2塁間、うん、いやこの吉野部さんと福留さんのいいわ、この左バッターコンビが2000年代を象徴するような外野手2人、なんかいいね、うん、いや入ってんの今。ドラゴンズ最年長野手としてね、未だに活躍してる福留選手ですから、先日の交流戦でね、交流戦かな、でタイムリーツーベース、リタイヤーってことで3試合目入りたいと思います。さあ4試合目の方やっていきたいと思います。あ4試合目なんですけど、厳密に言うと4試合目じゃないんですよ、実はね撮影終わった後に気づいたんですけど、なんとなんと容量オーバーで4試合目撮影できていませんでした。しかもその試合でホームラン福留さんで2本打つというね、もうマジで嘘じゃないんですって、ホームラン2本打ったのに撮影できてなかった、もうこのミス久しぶりにやらかしましたね。容量オーバーたまにあるんですよね、容量オーバー、いやーマジ久しぶりにやらかしましたね。ってことで頑張ってこの試合でも福留さんでホームラン打っていきたいと思います。さあ1打席目、いやさっきの試合2打席連続ホームラン打ってたんだけどな、ガチなんですって。ってことでこの試合でそれを証明していきたいですね。とにかくこの試合勝ちたいんで、これワンチャン逆境のドメさん見れるんじゃない、いや惜しい、でも広角ないから外攻めてくるか、逆境のドメさんいけるで、はい、ガチで 2打席目に奇跡を起こしたい。よし、生き返れ福留、うわーいけ、うわ惜しい、まあでもあそこまで飛びますからね普通に、生き返れ福留って言えないですかと。よし OK、 完璧 OK、 広角の方が出てないながらもレフト前に運んでいく。さあこの試合でドラマを起こすよ。よし、いい集中力、素晴らしい。よし超える、 OK、 ライトギーターはねちょっとそれ取れないっすよね、いいねいいね、いやーボールだ、落ちる、きた、神ゲーきた、よしよしよし、流れが良すぎる、素晴らしい、9点取らないとこの回終わんないんで、よし OK、 完璧、素晴らしいいやリタイアしないでほしい、これノーアウトで9番坂本選手がホームラン打つとかだと終わっちゃうんですけど、これ福留さんで決める未来あるよこれ。よし、バース、素晴らしい、
いやー、村上さん素晴らしい。オッケー。これであとは坂本さんがツーベース、まあシングルヒットでももちろんいいんですけど、つらえてくれればホームランだとよろしくない。ホームランダメ。